皆さんどうもこんにちは。タクロクラッパーのビーストです。普段はヒップホップのリアクション動画とか、あとは川に行くリバーマンとかをやっております。よろしくお願いします。今日はですね、えー、みんな欲しがらされているっていうお話をしたいと思います。突然なんですけど、皆さん、うわーなんか、うんうん、欲しがらされてるなーって思うときないですか、えー、欲しがらされてるっていうのはですね、例えば街中の広告とか、SNS とか、 あとは知人の話とかを聞いていたりした時に、ああ、なんかどれも必要なものに見えてきたー、みたいな状況ってないですか。これが欲しがらされてるっていう状況です。俺もね、ずっと欲しがらされて生きてきたんですよ。ネットで面白そうなものがあれば衝動買いしてみたりとか、SNS でバズってるお店があったら行ってみたりとか、あとは YouTube とかで中田敦彦とか、有名な著名人が なんかおすすめのライフスタイルとかを紹介してたらそれを取り入れてみて幸せになるかなとかいろんなものを追ってるうちにあ,あ時間もお金も足りないみたいなそんなことありましたよけどね一番問題なのはそれをいいいろろ追ってくく中でで心が全く満ちないんですよ自分が本当に欲しかったかどうか分かんないものを欲しがらされてるからそれを手に入れても心が全く満ちねえのすっかすかのパン食ってるみたいな気分なんだよ。 金使って時間も使っていろいろ手に入れてるのに心が満ちないんだぜこんな悲しいことあるかい皆さんの中にも欲しがらされて手に入れてみたけど心が満ちないそういう状況私みたいな状況になってる方おりませんかでもこれに対する俺なりの解決法見つけました見つけましたそれを今日は話します最初に結論解決策から申し上げると 欲しがらされないためには自分の欲しいをきちんと決めることです自分の軸足さえしっかり決まってれば何がいるもので何がいらないものか優先順位が自分の欲しいを基準に決められるのでいらないってはっきり言えます以上ですこれ簡単に聞こえるでしょうこれめちゃくちゃ難しいですよ本当に自分の好きなものを見つけるってのは俺はさ理屈人間だからさ 欲しいものを決めるってなると、コスパとか、利便性とかね、友達が持ってるからとか、そういう理由の物差しで欲しいを決めてしまいがちなんですよ。価値とか、理由で比較してしまうんですよね。けど、それを主者選択するときに、本当に大事なのは、自分の主観、客観的、外側の客観的理由じゃなくて、自分の主観、自分の心が踊るとか、落ち着くとか、癒されるとか、 好きとかそういうい主観それを見れなくなると何を買ってもどんな生き方を試してみてもすっかすかのパン今日はですね参考までにあの世の中こんなふうに欲しがらされてますよね私たちっていう状況をエピソードでお話ししてその後に私なりに見つけた自分の欲しいを明確にする方法それをお話ししたいと思います。 あのこのチャンネルねあの私の考え方に似た人とかたまに動画を見てくれたりしていますのでその方の,あの参考になればと思って動画を作っておりますなのでどうか参考になってくださいでこの話に興味があるなとかこの段階でね顔がちょっとでかいなとか思いいただいた方はですねあのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします ではまず欲しがらされてるってどういうことということに関してお話したいと思いますで今回は3つぐらいその欲しがらされてるって状況をお話しするんですけどもモンタージュ的に聞いてくださいそれぞれの状況の中であ欲しがらされてるってこういう状況かっていうもうエッセンスが分かったらそれを元にもとに自分が欲しがらされてる状況ってものがもう世の中にいっぱいあるんでそれがもう 判断できるようになって欲しいんですよなのであの3つぐらいエピソード話すんですけどもうこれだけじゃないここからこの重なるこ,のこういうふうに欲しがらされてるっていうこの重なる大事な部分をあの汲み取ってくださいお願いしますその意図で3つ話します、えー、まず1つ目はですねあの広告ですねあの広告は簡単に言えば釣り針です あなたを釣り上げるための釣り針。テレビ広告も、ネット広告も、街中の看板もですね、全部釣り針です。例えば、ジムの広告とかありますよね。で、ジムの広告には、マッチョのね、男性の画像が使われていて、その横にね、美人の女性の方がね、いるみたいな広告ありますよね。はい、もう欲しがらされてます。 これはもうすり込みのイメージであのジムに行けばいい体になって女にモテるよっていうことを欲求としてすり込んでるんですよ。あなたがたとえジムに行く興味がなかったとしてもこの欲求に似せた釣り針に引っ掛けられて最後ジムに行くこと自体を欲しがらされます。 他にも車の CM とかだったら CM の中に有名人を使ってその有名人に家族がいてこの車を買ったら家族も幸せですよみたいなイメージをすり込みますそしてあなたに車を欲しがらせますあなたは釣り上げられます脱毛の CM も香水の広告もディアゴスティーニの CM もあれも全部釣り針ですイメージさせて釣り上げる 自分の欲しいものが分かってないと釣り上げられちゃいます。それが広告です。で、次に SNS です SN。SNS はやばいです。いやいや、もうやばいです。現代の暴力兵器です。例えば、X とかだとバズるっていう概念があるじゃないですか。あれがもう欲しがらせる欲しがらせる。いいねとかリツイートとかがたくさんついてる投稿を見るとですね、ああみんなが興味ある話題なんだって思うじゃないですか。 はいもう欲しがらされてます巷で話題のデザートとか洋服とか期間限定の商品とかいろいろあと食べログの口コミもそうですよ星5ついてて300件評価がついてる行こう欲しがらされてます星5ついてても全員バカ舌の可能性もあるよみんなが欲しがってるものイコールあなたの欲しいものとは限らなくないですか それに SNS とかネット社会で欲しがらされてるのは商品とか物だけじゃないんですよ。ライフスタイル。生き方も欲しがらされるんですよ。例えばね、インスタグラムとかであのインフルエンサーの人が夜はナイトプールに行って朝はスムージーでジムに行って健康的なライフスタイルみたいな感じで投稿してたとしますよね。それ見て若い女の子とかがなんかいいかもーって思うんですよ。 はーい、星柄されてます。隣の芝生は青いって言葉あるじゃんあの、隣に芝生なくても、SNS はもう芝生の方からこっちに来んの。芝生がいっぱい迫ってきて、こんにちはーって感じ。うわー、どれも欲しいみたいな。自分の欲しいが決まってないと、そういう状況になるんです。 で、SNS が暴力兵器だって呼んでるのには訳があって、あの、欲しがらされるぐらいだったらまだいいんですけど、この情報の取捨選択、欲しい、欲しくないが選択できない状態で、いろんな情報を浴びせられてるとですね、私って足りないのかもっていう気分になっちゃうんですよ。もうこれは良くない。 けどどんな情報を浴びたとしてもですね、自分の欲しいが分かってて車も別に乗りたくないしナイトプールも行きたくないな今は別に彼女も欲しくないって自分の本心から分かっていれば何にビビる必要もないじゃないですかみんなは欲しいんだろうけど私はいらないそれでいいじゃないけど自分の人生を選べていないとそれができないんですよみんな羨ましくなるみんな欲しくなる 欲しがらされるで状況の例えとして3つ目あの最後なんですけどもうね社会全体がもう欲しがらせる構造になってる職場とか学校とかもうそういうコミュニティ全体があなたに欲しがらせる仕組みになってる例えば職場とかでも上司に言われんのよ「もうそろそろいい時計買った方がいいんじゃねえか?」とか「マイホームは買った方がいいぞ?」とか「うるせえよ」 それにね、あの、身近な友達とかも悪気なく言ってくるんですよ。おい、あの映画見たかとか、結婚は絶対した方がいいよ。とか。で、語弊があるかもしれないので、最初に言っとくと、みんな別に悪気があって言ってるわけじゃない人もいるんですよね。けど、自分の欲しいもの、いるものっていうのが整理できてないと、友達の話とか、先輩の話とか聞いて、あ、あ、欲しいかもみたいな感じで、欲しがらされます。 これはもうね誰が悪いいとかじゃないんですよもう社会全体がそういう構造になってるで身近な友達とか家族とかも言ってくるもんだからあーなんか欲しいかも私それ足りないかもとか思っちゃうんだよなこれはねもうなんか欲しがってるっていうよりももう焦燥なんですよね私もそうした方がいいんじゃないかなっていうねでもねそうしなくていいんだよあなたが欲しくないなら はい、えー、いくつかですね、この欲しがらされてるっていう状況について説明させていただきました。皆さんも欲しがらされてたんじゃないですか一応言っとくとですねあの、YouTube のトップページとか、Netflix とか Hulu とかこう、トップページに情報、楽しそうな情報がバーって出てきますよね。うわー、どれを見ようか。これも欲しがらされてます。はい、欲しがらされてます。選挙演説も えー、夕方の情報番組とかあと芸能人の不倫とかを流すニュースとかあとは宗教の勧誘とかも全部全部全部欲しがらされてます皆さん欲しがらされてますよ。 はい、えこれまでですね、あの、欲しがらされてるっていう状況を、モンタージュ的にお話ししてきました。で、ここからはですね、あの、本題で、じゃあ、欲しがらされないためにはどうするか、というその話をしたいと思います。それは、最初に申し上げた通り、自分の欲しいを明確にすることです。別の言い方をすれば、自分の主観を大事にするということです。 例えばファッションなら、うん、私こういう生地が好きなんだよね。この糸の折り目とか、このサイズ感もね、これじゃないんだよね。こっちなんだよな、みたいな。そういうのを決めとく。食べ物とかだったら、もう自分はもうこういう、この口の中でこの踊る感じとか、もうこの食感というか味の二層構造というか、こういうのが好きだな、とかね、もうね、フェチっていうぐらいの領域ぐらい、好きを追求する。 これぐらいあの自分の主観を大事にしてください。で、この主観で好きを決めるっていうのはね、簡単なようで難しいんですよ。途中説明しましたけど、私もね、理屈人間なんで、客観的価値でそういった好きを主者選択してしまいがちなんですよ。例えば、コスパとか、あとは合理性とか、地産的価値とか、役に立つかどうかとか。でもこれって、外側にある客観的理由でしょ 大事にすべきなのは主観なんですよ客観的理由は自分の心のときめきじゃないんですよ自分の心の形を知らないとこの心の空腹は満たせないこれを持っているとなんかときめくなんか落ち着く癒されるなんか楽しいなっていうこの主観この自己感覚の心の動きが大事です でも、これらの心の動きっていうのはですね、私みたいな理屈人間というのは、社会の客観的価値に揉まれていく中で、どんどん見ないように、見ないようにって言って、どんどん押し殺していってしまうんですよ。自分の心の動きよりも、社会的な価値とかメリット、そうやって何かを選択していませんか、皆さん。そうやってるうちに、自分の感覚、主観、心の動きっていうのは、どんどん見えなくなっていきます。 言っちゃえば、自分を大事にできなくなくります。自分の心の動きを大事にしてください周りの人間がどれだけ非難しようと周りが全然興味を持ってくれなかったとしても周りが欲しがっていなかったとしてもあなたの好きを抱きしめてあげてくださいその主観を愛してあげてくださいそれができたらきっと「いらないものはいらない」って言えるようになると思います また途中も申し上げたんですけど、物だけじゃなくて、ライフスタイルも SN、SNS とかでは欲しがらされますよね。例えば、宗教とか、あとはフリーランスで生きるとか、ミニマリストとか、ファイヤーとか、アーティストとか、YouTuber とか、そういう生き方ってもうたくさんありますよね。名札が。そういうのを見てると、皆さんどういう気持ちになりますかあ あの生き方をすれば、私も幸せになれるのかな <laughs> <laughs> なりませんよ。なりませんよ。なれません。自分の主観で納得した生き方以外、幸せになれません。なんか良さそうだなで手に入れたものは、何も良くない。これも自分の好きを明確にしとくのと同じように、 自分ってこういう状態が幸せっていうものをきちんと考えておかないと隣の芝生がずっとずっと青く見えて欲しがらされちゃうんです生き方もたまにさよくわかんない宗教勧誘とかで、えー、こちらを信じると幸せになれますよとかいう宗教勧誘あるじゃないですかあんなのは思考放棄です自分で自分の幸せを決められない人間が誰かに幸せの根拠を委ねたくて 思考放棄して入るところです。入ってはいけません、えー。幸せは自分で決めないと何の納得感もありません。いわばスカスカのパンです。スカパンです。そして今は幸せが見つかっていなかったとしても自分で探すぞっていう努力をしていないとずーっとずーっと誰かの人生が羨ましくなります。欲しがらされます。自分で決めましょう。で、こう言うと 大変そうって思う方がいらっしゃると思うんですけど自分の幸せを考える時っていうのはめちゃくちゃ楽しいですめちゃくちゃ楽しいですあの騙されたと思ってやってくださいここを思考放棄したら一生誰かの養分ですお願いします はい、ここまで聞いていただきありがとうございます。なかなか申し上げましたが、以上が欲しがらされてる状況についての説明と、えー、欲しがらされないための解決法になります。で、一応言っとくとですね、あの、皆さんに申し上げたいのは、欲を持つなっていう話ではないんですよ。欲は持ってていいんですよ。競争してもいいんですよ。ただ、人生の時間は有限なんだから、つまらねえもの欲しがらされてんじゃねえよっ、つってんの。 ただでさえ情報過多の世の中なんだから、自分の好き大事にして、自分の幸せ自分で作ってけよって言ってるんですよ。トンチみたいな話なんですが、いるといらないは表裏一体です。自分の欲しいがわかれば、欲しくないも分かります。世界に欲しがらされないためにも、自分の欲しいを明確にして、自分の主観を守っていってください。主観を大事にして、これからどんどん、 個性的ににななっててていいいくあなたを応援しています勝手に応援援ししまますす勝手ホワイトホワイトえー、それでも不安になっちゃうよ欲しがらされちゃうかもしれないよってあのね今も不安になられてる方いらっしゃると思うんですそんな方になんと朗報ですなんと朗報ですえーっとですね この魔法の水というものがございましてこちらなんと自分が欲しがっている状況の時だけこの液体がですねこの黄金色に輝くんですね。はいそれれでで自分で心が見えなくてもこれに あのもうこれをねあの大事にすればもう自分の主観がもう丸わかりっていうものなんですねこちらも本当にねあの破格あの破格になっておりまして普段なんと60万円これ 100ml60 万円でお売りしてるところを今回特別に2万円で 2万円で送料無料で、えー、皆様のもとにお届けいたします。はい。これ銀河系始まって以来めちゃくちゃお得ですよ。こんなお得だったことないですよ。えー、こちらもね、情報動画概要欄に載せておきますので、あの、ちょっとこの先不安だなぁ、ちょっとよくわかんないなぁ、自分で人生決められないなぁっていう方はね、ぜひこちらお買い求めください。えー、最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございます。えー、チャンネル登録の方と、えー、水の購入よろしくお願いします。では。